セガプロデュースバイオアアンダーライセンスフロムセガエンタープライズズ LTD プレゼントバイセガ。ソニックチームプレゼンツ。長いから飛ばしまーす。見たかったでしょ。すいませんね。ちょっとね、見てられないんだよ。もうだって今日編集して明日あげなきゃいけないもんだって。ファイルを選んでください。だいぶ進んだな。さあ、今日はね、ついに、謎多きキャラクター。キャラクターを選んでください。ガンマやっていきたいと思います。ビッグはまだ全然ストーリー上に出てきてないでしょ。なんだよ、ファイルくーんって言ってただけでしょ。今回はガンマ行きたいと。ガンマはね、全く操作感違うのよ、これ。完了。なんか言ってるな。任務完了っつった。これからだね。E102、ガンマの操作方法です。はい。LR でカメラ回転。まあ、プレイヤー移動は甘いんで、X と B どっちかでロックオンして、打つ感じ。これね、何ってね、トムレイド号の同じ操作なんですよ。X ボタンを押してる間、照準レーザーが点と、標準レーザーを方向キーで対象陣合わせで録音できます。録音状態で X を離すと弾を発射します。走り続けることで坂道に影響を受けない、等速走行モードに変形して、A ボタンを押すことでキャンセルができますよと。持つは X ボタン、置くも X ボタン、投げるも X ボタン、揺らすも X ボタン。アクションステージのルール説明です。制限時間以内にゴール地点にいるターゲットを破壊すればステージクリア。エネミーを倒すとダイムボーナスが入るぞ。複数のエネミーをロックオンすれば倒すと、まああれだね、たくさんロックオンすれば、ロックしてすぐ倒せばちょっとチェーンが入るってことだよね。ちょっと飴いただきますね。コロナになってから咳が止まんなくて。もう、よーし、起動成功じゃ。あ、ここで作られてたんだね。わしが見えるか。お前を作った天才科学者ドクター・エッグマン様じゃ。お前はわしの作った E100 シリーズの製造番号2番、 E102、コードネームはガンマじゃ。いいえ、ガンマ、すごいフォルムスキル。リンゴ、わしの言うことをよーく聞くんじゃぞ。お、もう5000の、うえー、バイーン、バイーン、バイーン。え？このドアの先は、お前のための訓練場になる。なるほど。先輩ロボの E101 ベータは、とっくに訓練場に向かったがな。いざ行け、ガンマ。上が。ベータほどには期待しとらんから、適当に頑張れ。なんだ。なんてこと言うんだ。俺だったらもっといいこと言うけどな。お前だけ、お前が一番だみたいなこと言うけどな。普通そうじゃない？ドゥッテイ。ターゲット追加人間破壊する。ウェーウェーウェー。あー、なんかすんごい。すんごい音爆がすごい。音爆がすごいので、今回は、今回もまた、ちょっと残念ながら、音声入れ替えてやりましたけど。うえー、あれ、なに、まだまだまだ。いいね。あれ、勝ち終わり？あ、音入れ替えるほどじゃないな。まあ、これぐらいだったらいいでしょ。あらあら。いや、すんごいもん、このバゴゴゴ、バゴゴっつって。まあ、これぐらいなら全然ありだね。なんか、ベータと戦った記憶あるね。仲間割れなのか。おい。おい、ベータはどこだ？出てこいよ、ベータ。
俺が相手だ。どこだベータ。あ、いた、行こう。ろくろ、ガンマよ。どうも。意外とやるではないか。そうでしょ。よし、それではテストを行う、うん、これは我が崇高なる設計思想に基づいた超万能巨大空中戦闘要塞エッグキャリア乗船のための選抜テストである。ほう、入れよベータ。これがベータ、かっこよ。 E シリーズの同系機先輩ロボの E101 ベータじゃ。これと戦い、勝った方をエッグキャリア搭乗クルーとして採用することとする。まあどうせベータが勝つやろうが、一応やってみるがいい。なんでそんなさ、なんそガンマもやっぱ人の子よ。人の子ではないんだけど、傷つくと思うんだけど俺は。ウェーウェーウェー、圧勝すぎないか、さすがに。圧勝すぎない。ベータの攻撃が一瞬ミサイルを出したように見えただけだと。ほっほ、すごいぞガンマ。わしゃ最初からお前はやるものと思っておったわい。今回の結果によりガンマにエッグキャリア登場を許可する。手のひら取り。じゃあベータは、お前もエッグキャリアに乗りたいのか。そりゃそうでしょう。すごいアピール。わかったわかった。すんごいアピール。なんかの足しにはなるじゃろう。特別に乗船を許す。それはな、仲間は多い方がいい。いいね、かっこいい。101、102、103とかね、ちょっともっともっと作ってほしいわ。仲間が欲しい。ベータ、ガンマ、アルファ。あとなんだろうな。シグマ。オメガ。シータ。何があるだろうと。デルタ。新築、今できたばかりのエッグキャリアですね。おお、増えてる。いいね。ああ、本日は晴天なり。エッグキャリア乗船を許可された精鋭の諸君、ますます意気盛んなことと思う。さて、今日集まってもらったのは、言葉はどこまで理解するんだろうね。この尻尾のついたカエル、これこそ今回の作戦上必要不可欠にして重要なカエルである。そこで諸君らの使命だが、このカエルを草の根分けても探し出し捕獲してきてほしい。ほとんど同じだ。ことは一刻を争う。早速出撃。ベータよりもガンマの方が強かったから、ガンマに合わせてそれ以降のプロトタイプが全部デザインされたっていう感じなのかな。まあガンマが特別なんだけどね。なんで特別かっていうのはよくわかんないんだけど。普通に来ちゃったの。来たー、モードチェンジ来たー。ウォー、でってでってでれでーでれでってでってでれでーでれでー、気持ちいい。でれってーでれれでれれで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 れ。どうも、この恋愛はどうなった。ロボットにお使いさせるなんて一体どこの金持ちだ。そんな会話になるんだ。なんなのあなた。お願い、邪魔しない。今私大事な、そうだな。頑張らんし。その通りだ。
こんなジャンプするロボットが来たら怖いよな。駅に行ってびっくり。ストなんて。ああ、だから今電車使えない時期なんだ。デッデデ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 デ。どこ行けばいいんだ俺。適当に走ってくださ。デッデッデデデッデッデデ。プールかな。海か。海行けばいいのかな。もし、カジノでやることなんかないよな、ガンマ。モードチェンジ。モードチェンジするとここの段差登れないんだ。なるほど。だこれどれだけバリアフリーが大切かを案内してくれてる。いや、カエルさんを探して喋れるんだ。現在、東部に宿泊されています、ね。そりゃそうだろ。通路で回収に行けないって一死し、いや、困ったわ。回収行けないって嬉しいよな。理由がなんであれ、会社行けないことは嬉しいこと。おー、すげえ、ホバリングしてる。わー、でってでってでりり。あれ、こんにちは。あなたもカエル、どういうこと？あなたで二人目？他にもカエル探しに来てるわけな。あ、そうか、他のかな？他、おー、なにこれ。他のあれか、あー、こっち行けるんだ。はいはいはい。102以降の人たちだね。103から104のどれかが来てるわけだ。そういうことでしょう。カエルをターゲット。オッケー、回せろ。ブッブッブー。これマジ超楽だから。ガンマ。ガンママジ超楽です。まだもう、こんなもん。ピーってやって勝手に死ぬんだから。ピーっつって。ピーって。こんな楽な仕事ないよ、これ。これが俺仕事だったら、もう就職するわ。なんとしても就職するわ、ここに。ああ。えへへ。アイテムも取れちゃうしね。ウィー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 で、これ別にね、なんかコンボチェインを狙い的な感じになってるけど、でどうでもいいから、本当に。大丈夫これ。な、ど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 、え、どこ行けんのこれ。あ、カエルだ。短っ！恐ろしく短くない？嘘でしょ。あ、いきなり？ガンマのもとに、精霊が。あぜんだよ。どうなるの？どういう反応するんだ？ここは。ああ、すごい。あっけに取られてる。だいぶ人間寄りだよな。ここは？データ照合。おお、すごい。どう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 。どうなの？データなし。現在位置不明。ああ、そうなるんだ。困った。そこを口に出すのすごい偉いな。困った。まあでもあれでしょ。モードチェンジ。あ、すごい。チャオだ。シャオが踊ることに水の中で何かが反応してるね。まあ間違いなくカオスだろうね。この湖でカオスが、カオスが祀られてるのかな。カオスが育ってるのかな。この湖の神として、この泉というか噴水に。ダメ、それ以上近づかないで。あ、怒られた。怒られてる。ごめんなさい。あなたは違うのね。何が違う？
こいじゃん。あなた気がついた、あの子たちを守る存在。あの子ってのはこの子、優しい人なの。人なの。放っておくと消えていってしまう小さい命を守って、彼がいるからあの子たちもああして安心して歌えるの。歌ってる。私も最初に見た時はびっくりしたんだけどね。でも父さんたちはあの子たちの最後の場所をも奪おうとするの。そうだから、彼も心を閉ざしてしまう。マスターエメラルドおよびカオスエメラルドが、まあ、いつか理解し合える日が来るといいんだけど。人々はやっぱ違うんだよ。ということですよ。俺のが本物だ。あ、いや俺だ。俺の方が色がいい。すごい、なんか喋ってる。あ、みんなカエルを捕まえてきたのか。あ、みんな色違う。なるほど、本。なるほどね。ガーン、ダメ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 。全然違うカエルではないか。どこに目をつけとるんじゃ。難しいんだ、やっぱカエル捕まえてる。カオスの尻尾が取り付いとる大事なカエルなんじゃ。あれ、ましてカオスエメラルドまで加え込んでおるというのに。なるほど、うん、おー、これじゃ、これが本物じゃ。やる、ガンマ。さすがはガンマ、よくやったぞ。お前はやってくれると思っておったわい。運がいいんだろうな。他のものは笑い箱じゃ。どこぞ行け。わー、そんな愛のないな。あー、これはガンマ悲しいな。お前には新しい任務をやろう。なに、簡単な仕事だ。コアキンが書いてる。あの一番奥のドア、あの先の部屋へ行くな。牢に女がいて小鳥を隠し持っとる、うん、それを奪ってくるのじゃ。さあ行け。このタイミングなんだ。なるほどね。まあ言われたからにはやるべき仕事だからね。ここか。うん、ここだよ。ここか。どうしよう、合ってる、合ってんの。ここでエミーと出会う。ファイスラーズベータじゃね。ベータだ、作り直されてんだ。ベータ。いや、これはショックだよな。結局仲間が全員お払い箱にされたり作り直されたりしてるわけですね。部屋を間違えたようだ。思いっきり間違えてたよ。やっぱりそうだよね。ここから俺操作すんの？俺も間違えちゃうよ。こっちでしょ？ん？あれ？こっちだよね。当てる当てる。エイミー、モグラ叩き。あー、来た。例のシーンだ。もう卵ないよね、多分。あ、ないよね。小鳥を渡せ。嫌ったら嫌。
なぜだ。なぜだも何もないでしょ。じゃあ聞くわ、この子をどうするつもり。情報なし。知らないよ。でもきっと熱くもてなしてはくれないでしょうね。言葉の意味はわかるもんな、ナンバー。ねえお願い、助けて。少しでもこの子をかわいそうと思う気持ちがあるなら。理解不能。なぜ関係ないもののため一生懸命になれる。一生懸命になってるようには見えないけどな、正直。理解不能。この瞬間出会っただけだったら。そっか、エクマンはそういうこと教えてくれないんだ。そんな。どうしたの小鳥さん。鳥の可愛さにやられたのかな。逃げろ。え？鳥と何かあれかな、得られるものがあったのか今。どうして。そう、本当にどうしてか分からない。ここは危険。急げ。もうすぐミスティックルインの基地に着く。あなた他のエグマの目かとは違うみたい。学習能力が高すぎるのかもな。そして学習意欲も高いのかも。いやー、まあちょっと、まあベータとの友情みたいなのも感じてないから、俺まだ分かってないから、ちょっとなんかつながり的なもので言うと少し薄い気もするし。ああ、マイクテストガンマ緊急戦闘配備じゃ。まず武器庫に行ってブースターを取る。ブースターを取ってくる。俺がブースターを取っていいのか。